皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ドッキュンドッキュンコマニオンです。本日はですね、実は何をしていきたいかと言いますと、誰得って感じなんですけど、コマニオンの毎日メイクを紹介していきたいと思います。本当にメイクを始めたのも最近ですし、全然メイクが得意ってわけでもないし、誰かにメイクをねちゃんと教わったわけでもないので、本当に自分流のメイクになってしまうんですけども、皆さんにメイクを見せつけたいなっていう気持ちでこの動画を撮らせていただいております。なんか、このメイクマジ変じゃねとか、コバニはもうちょっとメイク下手くそ、笑ったみたいな感じになっていましたら、まあね、そういう点が多々ございますと思うので、ぜひ、ご指摘いただけたら嬉しいなと思います。そういう場合はね、おすすめの、おすすめ用品とか教えてほしいなって感じです。お願いします。まあ、絶対に参考にはしないでほしいので、こういうメイクをコバニはしてるんだなっていう、ただの見せつけ動画です。ということで皆さん、早速始めていきたいと思いますので、コバニオンの毎日メイクスタートです。はーい、こちらがすっぴんです。顔でかすぎなんですけど大丈夫そう？無事かにゃ？あ、待って、メイクポーチ忘れた。どういうつもり？メイク企画やんのにメイクポーチ忘れるってどういうつもり？今朝メイクポーチ持ってきました。にゃん、かわいいですよね。これ100円ショップです。本当に顔でかいね。仮にしてほしい。始めていきたいと思います。まず最初にカラコンですね。カラコンをしていきたいと思います。ね、最初カラコン入れるときさ、本当に大丈夫そう？目にさ、コンタクト入れるときさ、なかなか入ってくれないんですよね。でも、今ではもうプロ。マジ。秒で早いから、ちゃんと見ててね。こっちはもう本当に目を開く。で、一瞬にこう目をつけて、ちょっとキュラキュラして目を閉じて、はい、入りましたね。これで入ってますよね。はい。入りました。見えますかね？全然違うのよね、カラコンすると。お色味は何色なんですかっていう感じなんですけど。ちょっと画面越しじゃ伝わりにくいかもしれないんですけど、緑ですね、緑。で、意外になんかね、なんか馴染むんですよね。不思議だね。私はマンスリーのを使ってるので、きちんとコンタクトケースっていうのを100円ショップで購入して、使っております。で、こっちも入れていきますね。で、ただの地獄絵図で笑った。最初ね、カラコン入れるときって痛いんですかって聞かれるんですけど、マジで痛い。初めてカラコン入れてみたいな動画も出してるので、ぜひそちらの方もチェックしてほしいな。で、続いてなんですけども、化粧下地を塗っていきたいと思います。化粧下地はね、こちらですね。見えますかね？ちょっと光が。こちらのセザンヌの、化粧下地です。本当に。みんな掴んでるよね。っていうの、まあ、なんか、みんな使ってるからこれでいいかなみたいな感じで、とりあえず使ってます。まあ、安いしや。まあ、おすすめかなって。まあ、これを顔全体に適当に塗っていきますね。まあ、私は、なんか肌が弱いので、まあ、下地を塗ると、結構肌もいい感じに。保湿っていうかカバーされるので、そういう意味も込めて下地塗らせていただいております。はい、いやー、以上です。いいなんですけども、こちらもセザンヌの UV カットの下地を塗らせていただくんですけど、これセミマットですね。まあ本来はどこに塗るか知らないんですけど、私はアイシャドウを塗るので目元にちょちょんって塗らせていただいてるんですね。まあ、正しいのかわかんないんですけど、これがね。なんでこれを塗るのかっていうと、なんかアイシャドウを塗るときに、かぶれちゃうのね、うちって。かぶれちゃうんですけど、かぶれないように、これ塗ったらかぶれないんですよね。まあ、あとなんか鼻に塗るといいって聞いたんで、塗ってます。本当に適当です。次は、ビューラーでまつげを上げていきます。まあ、これはまあ適当にね、いつも挟んで。挟めばいいかなみたいな。挟んだら勝手に上がるから、ほら。みたいな感じで。
上げてます。本当はライターとかやるとねめっちゃ上がりが良くなるみたいなんですけど、まあ、こういう感じで気持ち的に上げた方がいいかなみたいな感じで上げてます。はい、お願いします。続いてはこちらコンシーラーを肌に塗っていきますね。このコンシーラーを塗るときなんですけども注意点がありまして、このねニキビとかは隠すためにコンシーラーって塗るんですけど、まあ、肌のねこのくすみをなんか整えるみたいな、ね私ほんと何でもつけすぎちゃう癖があるので、本当にビビるぐらいちょっとでいいから、こうやって自分の気になるとこにちょんちょんちょんって塗るだけでいいんですよね。でそれで後で指でぼかしていくみたいな感じで、私は本当にヒゲとか結構なんか跡がついちゃうので、こういうのもメイクでこうコンシーラーで隠していきますね。隠蔽してなんぼやよこうやってやれば大体こう肌全体馴染むようになるんで、それをねやっていきます。なんかさこういうのやってるときって無言になっちゃうよね知らんけど、だからメイク動画やりながら喋れる人ってマジすごいと思うし、なんかさ私ご飯食べるときマジで無言になっちゃうね。友達とご飯食べるときマジ永遠に無言だし、だから本当にご飯食べれながら喋れる人とメイクしながら喋れる人天才かにゃって思ってる大丈夫そう。鏡落ちた、不吉だよもう割れてないから100均の鏡好きやお願いします。こんな感じでコンシーラー塗っていきました。まあ大体肌のトーンアップとか、まあ、そういう気になるところが消えてきたかなと思うんで、まあ、これこんな感じで、まあ、まだ汚いやないかって思ってますよね見合わせで、続いてはアイメイクをしていくんですけど、私のねメイク本当に適当なんですけど、こちらの100均のユアグラムアイシャドウを使っていきたいと思います。ベースの色はこちらの赤色を使っていきたいと思います。ね、このアイシャドウエピソードなんですけども、私のねこのアイシャドウこのアイシャドウをこう目に塗ってたら、親にお前目かぶれてるけど大丈夫って本気で心配されたアイシャドウだよ加減にしてもらってやん、すいません。じゃあ塗らせていただきたいと思います。まあ、コツとしてはなんかこの目頭のとこからが一番濃くなるようにすることがいいらしいんですよね。で真ん中に行くにつれて薄くなるように、なので目頭が一番濃くなるようにして、こうやって指でこうやってねぼかしていくよ。ポンポンポポポン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 ポポポポポン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 、なんなの本当に、加減にしてほしい。あとここら辺にもまあね気持ち的に塗っていきます。ちょっとアトピーって言われたらアトピーに見えるよね。私めっちゃアトピーで昔さここら辺荒れてたからさ、それ親としては心配してしまうよね。ごめんねママごめんママさんごめんなさいね、鼻についたんだけど、どういうつもり、後で隠そう。まあ左目も同じように、私右で目だけが二重なのね。だからちょっとなんかアイシャドウこっちの目に合わないんだけどね。でアイプチしたらどうですかって言われるんですけど、なんか私アイプチ私の目の肉がすごすぎてアイプチじゃ私の目は負担にできないみたい。埋没しようかな。ベースはこんな感じですね。で次にこのね真ん中あるじゃないですか、真ん中わかりますか、真ん中にこのちょっとラメラメのやつラメラメの薄めのラメラメのやつを真ん中に塗ると目が大きく見えるみたいなのね。だからこれを真ん中だけにちょちょちょって塗っていきます。ちょちょちょってね、まあ私には違いがわからないんですけどね、そんな大きく見えるかな、見えるようになったと思うんですけど、まあそういうのは C でお願いします。でも変わってるのかな、やっぱ可愛いですか？ピンクメイクとかも絶対してみたいんですけどね。ポンポンって。続いては涙袋をちょっとメイクしていくんですけど、涙袋はこのラメラメをやった色で
と同じ色で涙袋の下を縁取っていくっていうか、縁取っていきますね。そうするとまあ大体ね、ここは涙袋なんだってみんな分かってくれるので、ね、まあ、そのようなお色味でやっていただくと、ほら浮き出てくるかなと思いますね。メイクって本当に難しいよね。私も最近始めたんだけどさ、マジ難しすぎてどうしたらいいか分かんないもん。何が正解なのか、自分に合ってるのか。でもそういうのってやっぱ時間をかけて把握していくしかないんですよね。っていう感じで、このベースラインがちょっと、画面越しだとやっぱちょっと伝わりづらいかな。あのベースラインっていうか塗っていきました。ポインポイン何そしたら次はこのね、茶色の色でちょっとだけ影を入れていくみたいな気持ちね、気持ち、本当に気持ちだけ影をその上から入れていくみたいな感じで、本当に気持ちでいいからね。やりすぎるとマジでクマみたいになるので、この目の下に入れていくんですよね。ちょっと入れすぎたかも。こんな感じでわかりますか？下手くそ下手くそだよね、どう見ても。ちょっとね、分かってほしいまあこういう感じで入れていきます。まあね、別に自分がメイク上手いって1ミリも思ってないんですけど、まあ、いつもこういうメイクをしてるよっていう紹介なんでね、ご愛嬌っていう感じでお願いします。続いては眉毛ですね。なんか髪の毛の色が結構茶色なので、まあ、なんか眉毛の色、眉毛描くっていうよりは眉毛の色を整えていくって感じなんですけど、こちらもね、100均のなんか最近出たやつ、名前ちょっとわかんないんですけど、08番ですね、こちら08番、眉毛のやつ、クレヨンタイプで、こっちにはブラシがついてるよっていうタイプだよ。本当にこれに関しては眉毛の色を整えるレベルなので、まあ、適当にこうやってクレヨンでお絵描きって感じでやらせてもらってます。てか本当にね、眉毛描ける人本当にすごいなと思うよ。私はハニャハニャ可愛くなってもりますか。この一回こう塗ったら、このブラシでぼかして整えていきます。まあ、今日の本当に動画は何が面白いのか分からないなって感じなんですけども、これで私も生まれ変われるわっていう感じで、まあ、こうやってね、こうやって眉毛を整えていきます。ちょっと太いなっていう感じなんですけど、私はこれでいいの、これでいいのよ。で、続いてはこちらですね、キャンメイクのフィニッシュパウダー、これを塗っていきます。まあ、本当はファンデーションを塗った方がいいって友達にご指摘いただいたんですけど、ちょっと買うのめんどくさくてまだ買ってないので、じきに買います。プレゼントを待ってます、イエイエイっていう感じで、これをさっきやったコンシーラーをカバーするように塗っていきます。いつでも備えるしようね、なんでもない、ポンポポポンポン、なんでもない、ポンポポポンポン、ポポン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 ポンポンポンポポン、鍵にしよう、本当に皆さんすいません。まあ、こういう感じで、ね、きちんと二重のとこにも塗ってあげるっていうのが重要ですね。で、最後はこのリップを塗っていきますね。リップはまあこの皆さんおなじみ薬用リップ78円ぐらいのを、私これ塗らないと絶対塗れないもん、リップ。なんか気持ち悪くて。で、続いては、こちらもイワグラムですね。イワグラムのピンクのリップを塗っていきます。このリップは本当にね、めちゃくちゃ発色が良くて、なので本当に3回ぐらいでいいの。ポンポンポンって。てかさ、口ってどこまで口かわからなくない？だから本当にリップ塗れないんだけど。あ、はみ出した。見て。はみ出しました。こんなことあるの？確認しんよ。ファンデーションでごまかさせてもろてや。え、本当にわかんなくない？口ってどこまで口なの？で、続いては、こちらもユアグラムのリップグロス。これめちゃくちゃいいって TikTok で話題で買わせていただいたんですけど、めっちゃいい。唇ポロンポロンになるよ。ポロンポロン。これも3滴ぐらいで。本当にめっちゃ発色するから。キスしたくなる唇何をおっしゃってるんですか、本当に加減にしてください。っていうことで完成しました、イエーイ。アコバニャンのフルメイクはいつもこんな感じなんですけども、まあ、あとは前髪を下ろしたらいい感じになるんじゃないかなと思います。はい、お待たせしました、こちらが完成形でございます。え、なんか大丈夫そう、前髪無事
で、まあ、全然メイク上手じゃないし、もう初心者中の初心者なんですけども、まあ、これからもっとメイクも上手になっていきたいなと思いますので、まあ、これからも頑張っていきますので、応援してほしいな。可愛いわ。作れる。